そうそう、便所の、そうそう、掃除も高いところは、菌がね、上からこうやって流れてくるからね、下に。すげえな、風呂配信やったら、ニコ生だったら閲覧が上がるのに、閲覧が下がるっていう現象が起こって、お前、200名ぐらい。どんだけ興味ねえんだよ、お前。じじいしかいねえのか。暑いね。暑い暑い。冷房これつかねえな。どうでもいいけど、冷房使ったことねえんだけどさ。冷房がそもそもこう存在す、あ、これあんだ。そうすると暖房しかねえぞ、これ。そうすると暖房しかねえ。まあいいや。テレビ、壁にかかっている。あれじゃないの？壁にかかってるので、普通にラボ、大体そうじゃない？あ、こいらっしゃい。今日天気いいんだ。ありがとう。天気いいんだ。俺今月ロケット花火一発も投げてないからね、多分。ホテルホテルラブホ。フリータイムでまたこのまま延長してるから、今日8時までかな、夜の8時、夜の8時に帰る。フリータイムね、そう、でもね、休日の、休日前夜のフリータイムは得じゃないね。平日のフリータイムは得だけど。彼女の誕生日お祝いしないのか。お祝いまでにもね、昨日誕生日おめでとうって俺は12時に言ってるんだよ。12時20分ぐらいに言ってるんだよ。12時ぐらいかな、言ってるん。何も返信がなくて、既読にならなくて、12時16分、18分におめでとうって言って返信がなくて、返信があったのが2時30分だよ。ほんで、今気づきました。どうしたんだい。すごいよね。びっくりする。だもう普通のね、恋愛なんかできるわけがないんだよ、こんなの。結局、まあ彼女にとっては誕生日も普通の日常なんじゃね。きっと。まあ違うんだよ。だから、感覚がもう違うから、普通の恋愛は無理。暑いね。DM よりローカルで書いて証明にもなるし、何を言ってんの？山猫あるやつ。ああ、暑い。本当に暑い。
暑いね、風呂上がりってね。どうしてこんなに暑いんだろう、風呂上がり。暑いね。最近ツイッターのフォローがすごいね。もうめちゃくちゃ来るよ、申請が。もう申請能力がないよね。申請っていうか、フォロワー申請っていうの？だからみんな俺許可してるから。そうね。ライクとラブの違い。ライクとラブの違い。まあ俺も残りね、残り1ヶ月ちょっとあんの、やりたいことやらせてもらうよ。やりたいことやらせてもらう。俺は俺で。どうしてもね、やっぱ自分の彼女とまだ付き合ったばかりなので、彼女優先にしてるけど、もう関係ないもんね、なんかね。そういうのもね、相手も関係ないから、出てるし。やりたい放題、相手もやりたいんでしょ。そういうことよ。まあ正直、近藤と裏で LINE のやり取りをしてたっていうのが、近藤と、裏でやり取りしてたっていうのが分かった時点で、もう俺の中でないなと思ってるから、そう、それは散々ね、裏でやり取りをしてないよ、してないよっていうふうに言ってて、で、俺に送ってきたキャプは、裏でやり取りを教えない、削除してた文章。でも他のを見ると、やり取りを教えた事実があった。ね、結局こうやって嘘をついて、それこそ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 自分が裏でやってたから、本当はやってたからね。こそこそじゃないかもしれないけど、裏でやり取りをしていた。その嘘をついてたことは事実なわけじゃん。で、なんで近藤とやり取りしちゃいけないの？なんで近藤のことブロックしてるの？っていうふうに言われたの、俺。だから、近藤を取ればいいじゃんと思うだけ、俺は。そういうことでしょ。違う？なんか俺間違ってる。近藤と連絡を取るなって言ってるにもかかわらず、で、取ってないよっていうふうに言ってて、で、近藤と裏取ってたわけでしょ。だから、それで近藤と連絡を取りたいなら取ればいいじゃんっていう話。別に俺はいらないでしょ。いいじゃん、だから。近藤とね、天秤にかけてるわけだから。結局、だからもうそういうことなんだよ。だから、まあ俺も自由にやらせてもらいます。自由にやらせてもらう。付き合う、付き合わないとか、そういうことでは別。俺も自由にやるよ。別に連絡今までね、女性と連絡取ってたら、なんか言われてたから、ね、それも連絡も別に取るし、取っていいって言ったんだから。取ればいいじゃんって言われたんだから。言われたし、他の放送にね、女性配信者のところコメント打ってたら、どこでコメント打ってるって言って、やきもち焼かれたりとかしてたけど、それも関係なくするよ。なんで俺だけ相手のこと考えてやってたのにさ、今度開き直りだもん、簡単に言えば。そういうこと。なんかね、昨日夕方ぐらいに電話してね、なんか分かったよ。懸命にいらっしゃい。あと、俺知ってる情報あるんだけど、知ってる情報。
近藤が静岡に行くときは薬やってるときだから。俺ちょっとさ、静岡のちょっと市内の人間に聞いたんだけど、そうそう、近藤が静岡に行くときは薬をやってるとき、これ100%だから、定期的に静岡に行くはずだから、あいつは。まあ見てればわかるよ。見てればわかる。静岡キーワードだから。